皮脂は皮脂腺から分泌される脂肪などを含むエマルジョン様の液体である。皮脂腺の腺細胞が内部で合成した分泌物を多量に蓄積した後、細胞全体が崩壊することによって皮脂腺内空に放出される。つまり、皮脂は皮脂腺細胞の崩壊物全体からなる。毛穴の内面に開く皮脂腺開口部から皮膚表面に分泌され、皮膚や 体毛の表面に常に薄い膜状に広がり、物理的、科学的に皮膚や毛髪を保護、保湿する役割を果たしている。また、これに含まれる脂肪が皮膚の常在菌により分解されることで生じる脂肪酸によって皮膚の表面は弱酸性となり、これが病原菌などを排除する機能も持つ。皮脂は思春期になると性ホルモンの影響を受けて分泌が活発になり、 毛穴内面の角質の増大によって速やかに毛穴の外に放出されることが妨げられると毛穴内に角質とともに蓄積してニキビが発生する原因となる。皮脂は大部分がトリグリセリド、ワックスエステル、スクアレンから構成される。全二つは皮膚上在菌の酵素によって一部が加水分解される。分泌された皮脂に含まれるのは脂肪酸、ワックスエステル、 ステロールエステル、コレステロール、コレステロールエステル、および、スクアレンとなる。皮膚の常在菌によって、ジグリセリド、モノグリセリド、抗生有利脂肪酸へと分解される。脂肪酸の内訳では、飽和脂肪酸より不飽和脂肪酸の方が多く、特に炭素が16個か18個の、ステアリン酸、オレイン酸、リノール酸、パルミチン酸、サピエン酸、パルミトレイン酸。 皮膚の常在菌のマラセチアは増殖時にトリグリセドと飽和脂肪酸を利用し不飽和脂肪酸へとりわけオレイン酸へと変える。脂漏性皮膚炎の人々では変化した脂肪酸に対して炎症反応を起こしていると考えられる。皮脂の蘇生について個人差により偏りも大きいが日本では冬から春にかけて有利脂肪酸がトリグリセリドの量を上回る傾向にある。 毛穴に詰まっている角栓の構成成分としては、脂質はトリグリセリドが少なく有利脂肪酸が多く、角質層にはないアクネ菌由来のタンパク質と炎症に関わるタンパク質が検出されるため、皮膚上の細菌によってトリグリセリドが分解されてできた有利脂肪酸だと考えられ、この脂肪酸が毛穴の角質細胞を成長させて剥離され、皮脂と混ざることで角栓となっている。 人の皮膚から採取した感染や皮脂腺からの分泌物の脂肪酸の構成成分としてパルミチン酸が30から40%と最も多く含まれていた。皮脂として分泌された成分のうちトリグリセリドが細菌の出すリパーゼによって部分的な加水分解を受け有利脂肪酸が生成され皮膚表面ではパルミチン酸が最も多くなるが ラウリン酸やサピエン酸も含まれている。このラウリン酸には、グラム陽性菌に対し強い抗菌作用を持ち、またサピエン酸も黄色ブドウ球菌に殺菌作用がある。皮脂が毛穴を詰まらせる様子。左正常な皮膚の断面。中毛穴に皮脂が詰まる。右詰まったものが酸化する。雑菌が繁殖すると赤くなる。皮脂分泌が活発な場合、 皮脂と角質細胞が混ざってつまりニキビの原因になる。ニキビの重症度は皮脂中の有利脂肪酸、トリグリセリド指数と相関がある。ドキシサイクリンによるニキビ治療はこの指数を増加させるが疾患の臨床増は改善する。ミノサイクリンによるニキビ治療は毛包の皮脂腺を増加させ皮脂分泌を顕著に増加させる。この効果は治療終了後1ヶ月間継続した。 抗生物質によるニキビ治療は、皮脂排泄率を優位に高め、死亡症を引き起こす。アゼライン酸は、米国では、承認があるが、日本では、医薬品としては、未承認で、保険適用外であることからニキビ治療の選択肢の一つとされる。これは、小麦など、穀類や酵母に含まれる成分で、抗菌、皮脂分泌抑制、抗炎症作用、 各会場の抑制作用があり商品名 d r x アザという病院専用の化粧品に配合され販売されている。サリチル酸はベータヒドロキシ酸に属し、使用性であるため、水溶性のアルファヒドロキシ酸よりも毛穴の汚れを除去しやすく、皮膚の pH を下げ雑菌を繁殖しにくくする。2%サリチル酸の低濃度では問題は起こらないが、高濃度では 毒性が生じる。輸症事件の治療研究などで示されているよう、p c b などダイオキシン類は、使用性で主な排泄経路は、糞と皮脂である。ある計測では、1日の排泄量は、粉面から18.3ピコグラム TQ と皮脂から23.8ピコグラム TQ e であった。皮脂への PCB の排泄量は、冬では、 約10%低下しているのみで高濃度に分泌されていることには変わりがない。ありがとうございます。